4年前、南の、中島、堂安。現在、三笘、久保、伊藤。3年後。進化しすぎで草。3年後どうなってる？ベスト8を受ければ最高なんやっけ？久保ぐらいかな期待できそうなのは。時点で三笘だけど、クラブでここ数試合微妙だし。遠藤も富安も上田もクラブでベンチ。ベンチだらけやん。上田もフェイエノールトじゃ圧倒的控えだしあんま期待できない。日本派2列目が世界でも上位レベルに強みだし、フォワードなんか2列目を活かせる選手なら得点能力しょぼくてもいいんだよな。吉田が抜けてハイラインできるようになったのはでかい。なんやかんや去年派ドイツ、スペイン撃破に貢献したからなぁ。中島って本当影も形もなくなったなぁ。